ここが面会室になります。面会室では、こうジュースが売っていて、お水はこれはご自由に飲んでください。コップここにありますので使っていただいて、お水を湯が出るようになっております。飲み残しの場合はちょっとこちらに入れてくださいね。でテレビ、これは共用のテレビですので、皆さんご自由に使ってください。一応時間として朝6時から夜9時、遅くなるとみんなうるさいので気をつけてください。で暖房があって、一応新聞も届くようになっております、朝。一般的な新聞とスポーツ新聞が届くようですね。で、お花もあって、血圧測るのもありますので、ゴミは可燃ゴミ、不燃ゴミをここ伏せるようにできてますから、使ってみてください。でこちらには、いわゆる公衆電話があります。でここで検査をするような機械も置いてあります。朝はここで視力を測ったりっていうのがこうできるようになっておりますね。ここは2階にある洗面台です。こうお湯が出るとこ、水が出るとこ、お湯が出るとこって3つ洗面台がありますので使ってください。ティッシュもありますね。よしと。でこちらが2階のトイレ。すみません、私男性なんで男性だけ入っていきます。こうなっていて、手を洗うところ、普通にありますね。これ石鹸が出るところです。もちろん鏡があって、男性を立ってするところ、2つトイレはあります。1個はカーテン式になっているので、例えば車椅子でいらっしゃった方などの場合はカーテン式の方を使われた方がいいですね。そうでない元気な方はこういう方を使っていただいて、でどちらにも言えることですけれども、ウォシュレットついてますからご心配しないでください。ここが、ナースステーションがあって、その前の浴室になります。朝の診察の前はここのお椅子に座って待っていただくことがあります。こちら側にも椅子があって、椅子結構広く長く置いてありますので、ここがないと思ってもこっち側にお椅子を出したりとかすることがあるので、それを使ってください。これが、診察の前のお椅子。入院中などの場合はこちらに1回座っていただいて診察、今ちょっとこう布かかっていますけど、こう診察室がここにあって、ここで診察を受ける。診察中はもうカーテン閉まったりしますけれどもね、ここでお話をしたりとか手術後の状態を見てもらうということになります。